皆さんこんにちは。大河ドラマ鎌倉殿の13人に源頼朝の嫡男万寿役で出演した俳優の金子大地さん。179cm の長身と端正なルックスで俳優の他にもモデルとして活躍するなど若手の注目株の一人です。そんな金子大地さんと噂になった女性はこれまで4人います。今回は金子大地さんの歴代の熱愛彼女や2021年6月に熱愛が報じられた女優門脇麦さんと結婚秒読み段階に入っているのではという噂について調べてみました。まずは簡単なプロフィールから見ていきましょう。名前金子大地。生年月日1996年9月26日出生地日本北海道。身長 179cm。 血液型 A 型。 職業俳優。ジャンルテレビドラマ、映画、舞台、CM。 活動期間2014年。事務所アミューズ。金子大地さんが交際を噂された女性はなんと門脇さん含めて4人いました。1人目高校時代の先輩。1人目は金子さんが高校1年生の頃で、お相手は高校3年生の先輩だったということをインタビューで話されています。金子大地さんは当たって砕けろの精神を持っているようで、インタビューの際に相手に好きな人がいても言います、彼氏がいる人に告白して付き合ったこともあります、その子は高3で彼氏は大学生、僕は高1だったんですけど奪ってやりましたと年上好きを含め公言していました。告白は自分からするという質問にははい、迷わずストレートに行きますと話しており、こんなイケメンに告白されたら誰でもドキドキしてしまいそうですね。2人目は女優の松本穂香さんです。2人は2020年の映画君が世界の始まりで共演していて、あまり共演シーンがないにもかかわらずインタビューでも一緒になっているので話題になりました。実際は2人の間には何も関係は生まれなかったようで、噂止まりという感じでした。3人目は門脇麦さんです。3人目の門脇麦さんに関しては交際報道も出ています。詳しくは後ほど解説していきたいと思います。4人目は2021年の映画先生私の隣に座っていただけませんかで共演した女優の黒木華さんです。こちらの映画では一妻役の黒木華さんと自動車教習女の教官役の金子さんの淡い恋の物語でした。黒木さんは金子さんより年上ですし、あまりにリアルな演技から2人は本当に付き合っているのではという噂が出ました。ですがこの当時金子さんは門脇さんと交際していましたし、黒木さんとの間に何も報道はありませんでしたから、こちらも噂に過ぎませんでした。それでは金子さんと門脇さんの交際について詳しく見ていきましょう。まずは門脇麦さんの簡単なプロフィールから見ていきましょう。本名門脇麦。生年月日1992年8月10日出生地アメリカ合衆国ニューヨーク州。ニューヨークで5歳まで過ごし、その後東京で過ごしています。身長 160cm。 血液型 B 型。 事務所ユマニテ。2011年テレビドラマ岬ナンバーワンでデビューし、2015年には NHK 連続テレビ小説マレに出演。ヒロイン土屋太鳳さんの友人役を演じて注目を集めました。門脇麦さんは金子大地さんと結婚間近と言われています。2人の交際を見ていきます。2021年5月末門脇麦さんと金子大地さんは品川駅の新幹線ホームに肩が触れ合うほど身を寄せ合って歩いているところをフライデーされました。2人はそのまま示し合わせたかのように同じ電車に乗ると新宿方面へと走り去ったそうです。その4日後にも門脇麦さんが通い慣れた様子で近くのスーパーへ入ると生鮮食品やトイレットペーパーを購入して金子大地さんの自宅へと入っていったと報じてました。
門脇麦さんはたびたび金子大地さんの自宅に泊まり、自宅でのデートを楽しんでいたそうです。門脇麦さんに直撃すると、私からはまだ何も言えなくて、事務所に聞いてもらえますか、そう言い残すと立ち去っていったそう。門脇麦さんの所属事務所に確認したところ、大人ですのでプライベートは本人に任せていますとの回答があったようです。今後が期待される若手同士、交際を大っぴらにしにくいかもしれませんが、否定することはありませんでした。門脇麦さんと金子大地さんが知り合ったきっかけは、2021年4月公演の舞台パンドラの鐘での共演だと言われています。この舞台では門脇麦さんが主演を、金子大地さんが2番手を務めており、2人で演じるシーンも多く、練習中は年下の金子大地さんが演技について門脇麦さんに相談する場面が何度も見られたそうです。2人は映画が趣味でお酒好き、話があったのでしょう。実際に交際に発展したのは2021年の年明け頃のようです。門脇麦さんと金子大地さんは共に映画が趣味でお酒も好きだそうで、コロナ禍で自宅にこもって趣味に没頭していたそうです。趣味の合う2人は自然に仲良くなったようです。さらに好きな異性のタイプを見てみると、お互いの好みに一致していたようです。金子大地さんは好きな女性のタイプについて、気が強い人、守ってあげたい感じの女性の方が意外と腹黒かったりするから、気が強い人が意外と優しかったりする、ギャップがいいと話していました。門脇麦さんは自身のことを、思ったことをズバズバ言ってしまうと話していたことがあります。金子大地さんははっきりと意見を言う門脇麦さんに好意を持ったのではないでしょうか。おしゃれなイメージの2人ですが、実は2人ともファッションに興味がないとのこと。それよりもお金は旅行や食事に使いたいタイプなのだそう。こういった価値観の一致は付き合う上でも大事だと思われます。門脇麦さんは金子大地さんの家の日用品の買い出しを任されていることから、親密であることは確かなようです。人と一緒に暮らすのが無理と話していた門脇麦さんですが、金子大地さんの家には頻繁にお泊まりしています。金子大地さんとなら一緒に暮らせると思っている可能性も高いです。また金子大地さんは両親がとても仲が良く、若い頃から結婚願望があるようです。二人は着実に愛を育んで、近々結婚発表があるかもしれません。また門脇麦さんは結婚に全く興味がないそうです。週1回くらい一緒に食事ができればいいとし、お互いに好きなことに没頭していたいそう。万が一一緒に住むことになるのなら、部屋は別に欲しいし、自分の部屋に冷蔵庫もテレビも欲しいと語っていました。このインタビューは2021年2月に掲載されたものですので、すでに金子大地さんと交際していたと思われます。しかし結婚について全く考えてないですねと答えていました。とはいえ、それから月日が経ち、頻繁に金子大地さんの家に泊まっているので、金子大地さんとは家族になれると思っているかもしれませんね。共感してもらうことすることにはあまり重きを置いてないとしながらも、家族には嘘でもいいから絶対に肯定してほしいし、味方でいてほしいと話していました。恋人には共感は求めないようですが、家族になると少し違うのかもしれません。家族をとても大切に考えているので、結婚に興味がないと言いながらも、相手が見つかれば結婚するタイプだと思われます。いかがでしたでしょうか。今回は大河ドラマ鎌倉殿の13人に出演された俳優の金子大地さんの女性関係にスポットを当ててご紹介してきました。あれだけのイケメンなのに、デビュー後に噂になった女性が門脇麦さんのみっていうことにびっくりしましたよね。今後の結婚の行方に注目していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。